月をかたどるデスサイズが破滅的すぎる。この明らかにヤバそうな見た目のカードは月をかたどるデスサイズといい月光国にて生息しているクリーチャーです。デスサイズはそのフレーバーテキストからもわかるように優しい性格の裏に凶悪な力を隠し持ったクリーチャーです。しかしそんなデスサイズの効果を見てみると、自分の他のクリーチャー全てのパワーをプラス2000するというその見た目に反して仲間もいない一面も持ち合わせています。さらには月光国の必殺技押し置きムーンにより、自分のシールドゾーンからカードが離れるたびに相手全体にマイナス2000を与えることができるため、これにより相手とのパワー差をさらに広げることができるわけです。とこのように自分のパワーを上げ相手のパワーを下げることで間接的に盤面を制圧しようと試みるデスサイズですが、残念ながらここに来て致命的な欠陥が発覚します。それは押し置きムーンが弱すぎることです。というのもこの押し置きムーンという効果は自分のシールドが離れた時にしか発動しないため、シールドを全く殴らないループデッキや盤面制圧をしてから安全に攻撃してくるコントロールデッキに対しては全くの無力です。そのため、それらのデッキに対して能動的に押し置きムーンを発動させようとした場合、別途他のクリーチャーを使い自分のシールドを削る必要が出てきます。しかしそこまでしたところで初戦はマイナス2000。現代デュエルマスターズにおいて6マナ支払ってマイナス2000したところで、相手は痛くも痒くもありません。自分のシールドを削るカードを入れた分だけ無意味にデッキパワーが落ちただけです。何の意味もありません。それどころか仮想敵として一見有効に見える速攻デッキはそもそも6マナ貯まるまで待ってくれません。デスサイズを出す時にはすでに自分のシールドは残っておらず、なんならすでに死んでる可能性まであります。つまりこのクリーチャーが実際やってることは6マナ支払って周りのパワーをプラス2000するだけ。明らかに力不足です。しかしデスサイズは諦めず、今日も自慢の釜を振り回します。それこそが獣王編最大の被害者、月をかたどるデスサイズです。